どうもじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもじさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、声優さんがちょっと誘ってくれたんですけどもね、じさまの誕生日ですね。4月22日誕生日なんですね。はい、また一つね、年重ねたんで、この1年もね、いい年になるように、自分でね、いい年になるような行動を取っていければいいなと思います。はい、さあ、じりじりになってるけど、まあ D 押さえときましょうかね。今日ターン A ガンダムですね。ようやくね、回数ミッションが吸収支援格闘かあれ終わったんでね、まあ撃った当たったな、ててさあ、この D を奪い合いしながらね、なんとか勝っていきたいとこですね。ほいほい、持っちゃったよはい、ということでね、もしここまで見てくださった方はおられましたら誕生日やってんけどなチャンネル登録もよろしくお願いいたしますっていう、はい、まあ適当にもう一個編集してくっつけますわということでね、続き見てください。どうもじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもじさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、俺がガンダムだけダブルオーライザー GN ソード2バージョンですかね、新しく実装された方が、できてたんですけどね、はい、できてたんですけど、よいしょ、支援機ミッションと格闘機ミッション20回ずつ乗ってるんですかな、やってたらね、それクリアしたら乗ろうと思ってたんですけど、クリアしたらレベル2になってたんで、使い方全然わかんねえやよし、はい、これ初陣なんですけどね、演出中上ちょこーっといって、当たんねえな俺、当たんねえな俺もギロビー、はい、ギロビー無限に撃てるっていうね、トランザム中はなかなかすごい性能ですよね。あ、逃げられる、追いつけないなこれは、当たんねえなこれ、こっちも当たんねえなあ、やっつけてくれた。格闘機に近い汎用機ですね、ちょっとほぼ格闘機ですよね。実様が唯一当てれそうなのはトランザム中のゲロビぐらいっていうような気がしてならなかったんですけど、まあ、ウィジンでちょっと分かんなかったんで今試してる段階ですけどね。これ出早いですね、ちょっと動かせんですね、当たった、俺が当たんないなとてつもなく当たんないですね。回復してあげよう。はい、初陣なんでね、まあ、誰にでも初めてはあると思いますけどもね、大概ね、うまくいかないもんなんですよね、何でも初めてっていうのは。はい、もうね、こんなことよりね、モンスターハンターのね、大型アップデートが来たんで、そっちやりたいとこなんですけどまあね、モンスターハンターね、これ遅いな、この格闘。特殊1位が格闘なんですけど、もうちょっと突進速度上げてほしいな。よっしょっと、危ねえ。怖っ。タックル。よっしゃー。はい。突進速度上げてほしいと思うんですね。あ、まあ、モンハン、無料型プレート来たんでね。なんか新しいコリューが出てきたとかいう話なんですけど、実様ね全然動画アップしてないですけど、プレイはちょこちょこしてますんでね。はい、まあサークルはね、一人だけでも種馬兄弟です、あ、種馬兄弟っていうね、サークル、一人だけ実様しかいないサークルがありますねあとね、奥さんのヘリウムさんと一緒にね、ブルーモンスターズっていうサークルに所属しております。はい、そっちはヘリムさんのサークルですね。当たんねえな、ケッ、
味方に当たった今。ゲッ、当たんねえな。よいしょ、いてえ、めっちゃ減った。なんでね、まあ、あのモンスターハンターも土日はよくモンスターハンターしてるんですけどもね、まあ、なんとか全クリして、はい、このメインどうやって当たるんだこれ。ミサイルの方がまだマシか。ゲッ、ゲッ、吸収された。ナイスタックル、ナイスタックル。この人もあれですね、ダブルオーガンダムですね。あ、ダブルオーライザーか、はい、回復して、さあどん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 行きましょう。おりゃおりゃおりゃ、あはー、いてぇ、いてぇ死んでしまった。かなり攻撃当ててないですね。お、今のが回避切りができるんですね。この機体乗って思ったのが、すごい楽しい機体ですね。活躍できるかどうかは分かんない、分かんないというか、かなり練習すれば活躍はできるんじゃないかなって気するんですけど、実際には結構難しいですけど、使ってて面白いですね。いろいろできる。一貫性メイン当たらなすぎる。いけ、よっしゃ、よっしゃ、あ、終わった。はい、下メイン1回しか使わなかったですけどもね、この剣を投げるってやつなんですけどもね、バズーカ韓国で使っていけばいいのかな。これがダメージ操作になりそうな感じするけど、もっと振ってったらよかったですね。はい、ということでね、見ての通りカスプレイ、クソプレイでしたけどもね、いかがでしたかね。皆さんもそろそろもう普通にプレイしてる方、普通にそれなりにしてる人はゲットできて乗り始めてるのかなと思いますけど、どうでしょうかね。前回のガーベラテトラが結構強かったんでね、まあ、そのギャップ感じますけども、まあ、面白くていい機体なのかなって気がしますね。ランクマッチではまああまり見かけないかもしれないですね。そこまで強くなさそうですから、うん、ということでね、ぜひともね、面白い機体ですからね、これからゲットできるって人は乗ってみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございました。